キリスト教東方教会東方諸教会非カルケドン派生教会アルメニア使徒教会エチミア人大聖堂アルメニア使徒教会はアルメニア並びに世界各地にあるアルメニア人コミュニティで信仰されているキリスト教非カルケドン派生教会に分類される教会約500万人の信者を要する使徒教会という名は伝承に12使徒がアルメニアに キリスト教を伝えたととあるることに由来するアルメニア正教会、あるいは単にアルメニア教会とも呼ばれる。なお、東方天霊カトリック教会である、アルメニア天霊カトリック教会とは別組織である。アルメニア首都教会の長はカトリコスと呼ばれ、現在では他教会の総主教に相当する。現在の全アルメニアのカトリコスはガレギン2世。 エレバンの成功のエチミア人に、カトリコスザ、エチミア人大聖堂がある。実績のカトリコスとして、キリキアのカトリコスワラム一世がいる。また、イスラエル・パレスチナを中心とした中東を管轄するアルメニア・エルサレム総主協調、及びトルコ共和国内を管轄するアルメニア・コンスタンティノープル総主協調が、正教会の総主協調と並立する形で、 存在する。ガルニにある初期アルメニア首都教会の聖堂アルメニアにキリスト教がもたらされ、浸透した歴史は非常に古い。301年、アルメニア王国が世界に先駆けてキリスト教を初めて公認し、キリスト教を国教と定めている。これは313年のミラノ勅令よりもさらに10年以上前の出来事であった。伝承によれば、 イエス・キリストの死と、多大とバルトロマイ両人により、アルメニアに初めて、キリスト教がもたらされたとされるが、現存するアルメニアのキリスト教に関する最古の記述は、それから200年後の2世紀以降からである。3世紀末から4世紀前半に活動した啓蒙者、グレゴリオスは、アルメニアをティリダテス3世に先例を授け、バガルシャパトに教会を建てた。これが、 現在のアルメニア首都教会、カトリコスザである。イラン北西部西アーザルバイジャーン州からケリーサに、あるアルメニア首都教会のセータデウス修道院。5世紀には、メスロプにより、アルメニア語のためのアルファベットが作られ、新約聖書と新言の翻訳が行われた。また、ギリシア語とシリア語が混在していた。 天礼用語も整理され、ビザンティン天礼の影響下に天礼が整備された。教会組織が整備され、教会の長にカトリコスの名称が使われるようになったのも、この時代である。しかし当時のアルメニアは、地理的に東ローマ帝国とサーサーガッサ、ペルシアという二大勢力のちょうど干渉地帯に位置していたため、両勢力のはまの中、隣国からの分割を二度にわたり、 余儀なくされた。そして428年、王政の廃止と共に滅亡した。国としての自立を失ったアルメニアであったが、その後も、キリスト教信仰をよりどころとして、ゾロアスター教を信奉する、ペルシア側の過酷なキリスト教団圧に対して、たびたび抵抗した。451年のカルケドン公会議の際も、アルメニアでは、 宗教弾圧に対するペルシア側への大規模な反乱が発生しており、アルメニアは代表を公会議に出席させるだけの余力を持っていない状況であった。そして506年、アルメニア首都協会の全主教を招集した会議が開催され、カルケドン信条を採択しないことが決定した。これがカトリック、東方正教会などとは別に、 アルメニア独自の教派として発展する契機となった。なお、この反乱によりアルメニア人キリスト教徒は宗教的自由をペルシア側に認めさせることに成功している。7世紀に入ると、信仰勢力であるイスラム帝国が台頭し、サンサー・ナサが滅亡する。これにより、アルメニアも一時その勢力下に置かれるが、次第に自立を強め、9世紀末には、 独立を達成する。一方、この頃東ローマ帝国からの度重なる宗教的統合の要求があったにもかかわらず、アルメニアは独自の宗派であるアルメニア首都協会の信仰を貫いた。これにより、隣国東ローマ帝国とその国境である東方正教会からの離別は決定的となった。11世紀末、アルメニアはセルジュク朝支配下に入り、 この時東、アルメニアから小アジアのキリキアに多くのアルメニア人が移住した。このことはアルメニア人にとって故郷からの離散をもたらす一方、アルメニア首都教会の勢力拡大にもつながった。また、この時期にアルメニア首都教会のカトリコス座は1058年、戦乱を避ける目的でアルメニアからキリキアへ、セったその後、 アルメニア人のディアスポラであるキリキアアルメニア王国が成立し、マムルーク朝に滅ぼされる1375年まで続いた。1441年にエチミア人が回復された後もキリキアのカトリコス座は残った。17世紀に造営されたイランのサファビー朝のことエスファハーンのバーンク教会。16世紀以降、アルメニアは 当時の二大勢力であるイランのサファビー朝とオスマン帝国により東西に国の分割を余儀なくされ再び国としての自立を失った。これにより各地域のアルメニア市と教会はキリキアとエチミア人の指導下に属することになった。キリキアは独立を主張するようになるがエチミア人はこの主張を現在も認めていない。後に サファビー朝に支配されたアルメニア東部は、帝政ロシア領に編入されていった。当時、アルメニア人の多くは、オスマン帝国等のイスラム教徒支配のもとに服して、おり、キリスト教徒は霊属民たるズインミーとされた。その結果、厳しい差別を受けたものの、近隣のイスラム教徒から物理的迫害を受けることは、なく、それなりに平和な共存が実現していた。 しかしながら18世紀以降、欧米列強諸国のオスマン帝国、中東への進出や、オスマン帝国領内に住むキリスト教徒の民族運動が台頭するにつれ、同じキリスト教徒のアルメニア首都教会信者に対する敵意も日増しに強まることとなった。この結果、次第にイスラム教徒からのアルメニア人に対する、 突発的な迫害が激しくなり、当時のオスマン帝国領東アナトリアで発生したアルメニア人虐殺によりその頂点を迎える。特に1915年から1917年には、一説には数十万から数百万人ものアルメニア人が犠牲となる生産なものとなり、イスラム教徒との共存と共に歩んできた当時のアルメニア人共同体は完全に崩壊した。 アルメニア市と教会パリ大聖堂。パリ大発ク現在、信者はアルメニア共和国を中心として、トルコ、イラン、アゼルバイジャン、イラク、シリア、レバノン、パレスチナのほか19世紀以降の移民が多く住む、フランス、アメリカ合衆国等、世界各地にコミュニティを形成している。特に、エルサレムやイスファハーンなどにはアルメニア人地区があり、現在も、古式を守り、 各地に点在する教会は、アルメニア人の精神的な拠りどころとして機能している。ニカヤ・コンスタンティノポリス心情を告白するが、カルケドン心情を告白しないことから、俗には、単性論教会とされるが、アルメニア首都教会自身は、単性論教会を自称せず、そうみなされることを不当としている。カルケドン公会議で否定されたエウテュケスの教説を、 アルメニア使徒教会も、また異端として否定しているからである。アルメニア使徒教会の主張では、カルケドン心情を否定するのは、文章上の定式化に難点があるからであり、そのキリスト理解はむしろ、エルサレムのキュリロスの、一つの威嚇、二つの性格に沿ったものであるとする。ただし二つの性格は不可分に一体となっているというのが、その主張である。これを、愛称論という。 カルケドン公会議を承認しないことで分離した教会であるため、より中立的な予備なカテゴライズとして、非カルケドン派正教会がある。そして、協議を同じくする非カルケドン派のコプト正教会、シリア正教会、エチオピア正教会などとはフルコミニオンの関係にある。天礼は、大体においてシリア正教会やコプト正教会と類似する。天言語には、 古典アルメニア語を用いる。天霊は、早朝で、保守的である。イコンの使用や、形式的には、東方聖教会との類似点を有するが、聖歌にパイプオルガン等の伴奏楽器を用いる、教会も存在する。教会歴には、1923年以来、グレゴリオ歴を使用している。唯一の例外として、エルサレムのアルメニア宗主教区では、ユリウス歴が使用されている。 アルメニア首都教会では、教会歴上の1月6日に、イエスの洗礼を記念する神元祭と同時に、イエスの降誕を記念する、降誕祭を行う。ソガー・ツツグ。書評アズイザーティーヤ、東方キリスト教の歴史、ロンドン。東方キリスト教世界研究75から86、ドイ、10.14989。 大和一七十五、一瞬二千四百三十二から千三百三十八、ネード千二百億六百三十五万八千八百二十。https コロンスラッシュスラッシュ hdl。ハンドル。net。スラッシュに四三三スラッシュに二七七八一。タジリアン、アルデム・エウェイズ・イースタディ・スイヤー。chucharemia。 2014年10月13日閲覧。ネイティビティセオフォニー・オブ・アワーロード、米国アルミニア協会東部教区、ウェイバックマシン。ありがとうございます。